まあリーグオブレジェンドとか、リーグオブレジェンドやるんなら別にスペックそんな必要ないしね。一番リーグオブレジェンドとかプレイヤースキルとか。全国高校 e スポーツ選手権のために提供してた。ガレリアか、そこ MSI じゃないか。なるほどね。全国高校 e スポーツ選手権のために提供。だ、そう、やっぱそういうことだよね。でも、ロルならいいんじゃない？安いし。うん、学校としては。PUBG 動か、あの、ゲームやりますって言って。ゲーム部やりますみたいな。で、パソコンが必要ですって言って。じゃあ、PUBG で大会出るんで、みたいなこと言うのと、リーグオブレジェンドで大会出るっていうの、じゃあ、パソコンの値段だって、1台で5万くらい買うでしょ。1台で。ロデって別にどんな、グラボ積んでなくたって動くもん、あのゲーム。積んでたらよりスペックとか出ていいけど。あのゲーム、グラボ積んでなくたって動くんだよ。極端なこと言うとな、 CPU がよくある程度だったらグラボ積んでなくたって動くし、インテルの i9 とかだったら動くんだよ、うん、最低設定いた、トイレ行こう、うん、ゲーム部だね。で、俺何の話してた、ゲーム部の話してたのはいいんだけど、あ、そう、パソコンがあるんなら俺は別に幽霊部ゲーミングパソコンがあるならいいなみたいな話はしてたね。とっても魅力的だと思わない？あ、でやっぱゲームの部活ってさ、もし大会出て賞金もらったらその賞金とかを還元するじゃん、学校に投資する。その賞金でその学校の活動だから多分部費に当てるとか、個人でもらうことは多分ないと思うし、部費に当てるとか、その新しいその部活の全部部費に当てて、パソコンの新調とか、うん、あのデバイスの強化とか、そんなにするんじゃないのかな。ロルって頭使いすぎて終わると疲れるらしいよ。ロルって頭使いすぎて終わるんですか。あ、言ってる、マジで。リーグオブレジェンドってマジで使え、ちょっと待って、ゲームの話じゃない。そう、ゲームの話じゃなくて、俺じゃエロゲーの話しないと、全力で肯定する。未練があって不足を守る、それが幽霊部員。それが幽霊部員。そんな幽霊部員だけがこの場所に入ることができる。さらりとソファーを撫でる。いやらしいわこいつ。花咲くん、毎日ここでダラダラしていいんだよ。ひかりちゃんも君にいてほしいって思ってるよ。いや俺別にいいわ、もうソファーとかそんな関係なしで、ひかりちゃんがいるんなら俺入るわ。ひかりちゃんがいるんなら入ります。うん、私も君がいてくれたら心強いんだけどな。入った、ついに幽霊部に。本当？部長でも何でもやります。ありがとう花咲くん。条件が一つ。どんな条件？おじいさん何持ってんの？何持ってんの？今日ゲーセンで取ったハリーポッターの杖。この杖を取ってゲーセンで遊んでたから配信時間が今日1時間遅れた。おじいさん、やっぱりか。今日から俺も幽霊部の一員になった。おめでとうございます、花咲ゆうまくん。意外と共通ルート長いんだよな。トイレ来て。春はあけぼの。春は夜明けの前の時間帯が一番いい。イカリアク、さて朝だ、希望の朝、希望の朝だ、喜びに胸を開き、青空青げ。
天かすはトイレ行く。トンじいさん、大便タイム。トンじいさん、ブリチチブリブリ。トンじいさん、一般男子高校生脱粉シリーズ。脱粉シリーズ授業中に出したら学生生活終わるなり、そうだ大声出して声をかき消すなり、あー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 からさはたかしくんどうしたの、大きな声出して、なんでもない、プリ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 ュリ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 ュ、お兄ちゃんが起きてる。ブチチチブチチチブリブリブリュリュ、お母さん、お母さんって叫ばれた。お母さんいないから親父と一緒に海外行ってるから、俺だってのたまには自然と起きることだってあるんだぞ。あれはいつだったか、おお、トラミじゃないか。ドアくぐって飼い猫のトラミがやってきた。メロメロ口を猫口の形にしながらトラミはトコトコと床を歩き、にゃんぱらっつった俺の布団開いて飛び乗った。で、俺の足にすり寄りながら寝る。お前今にゃんぱらって言わなかったか。たまに人声は分かるんじゃないかという反応するからな、こいつ。背中を撫でてやる。ゴロスケって言ってる。ね、今ゴロスケって。聞き間違いが。まあいいや。トラミを撫でて思い出した。いつかこいつが体調をえらく崩した時があった。本当にもうお別れなんじゃないかというぐらいの状態。あの期間だけ俺がほとんど眠らずに寝ても速攻起きてこいつを看病した。崖の頃の思い出だ。だっけ今あのなんだ、花咲ワークスプリングのオープニングのオルゴールバージョンが流れてた。トラミの背中を触っていた眠気が。当然か、こいつといると俺は本当に心、いや心から安らいで、うにゃーって言うとトラミと一緒に二度寝した。その様子を発見して布川は大いに安堵したことを後に悟った。語ったか。いつも交差点にのどかと行く。アクター一人だった。おはようございます。ボス、若葉たちは朝から会議だそうだ。仕分け委員会ですからしいね。朝っぱからご愁傷様ですね、本当に。朝から委員会とか超大変じゃない？絶対委員会入んねえんだけど。俺学校でなんか委員会あるんですよ、お掃除委員会みたいな。そんな名前じゃないけど、学校の掃除をする委員会みたいなの入ってるんですけど、そこ本当に何もないんですよ。でお掃除委員会だみたいな感じのとこだから、みんな大変な部活なんだろうみたいなことを思って入ろうとしないんですよ。でもね、2年目だから知ってるんだよね。おじいさん、俺美会員。ああそう、美会委員会みたいな、そんなやつ入ってる。お掃除委員会みたいなやつ入ってる。きれいに学校きれいにしましょう委員会みたいな。でも俺それそこが全く仕事ない委員会だって知ってたから、俺ね、だから俺そこ入ったんですけど、何あの子みたいな、めっちゃやる気あるじゃんみたいな思われたけど、俺は2年目だからそこがすごい楽な委員会だって知ってるからそこ入ったんだよ。おじいさん、それな
ちょっと物足りない気がしてもしないでもない。あ、少しって意外な人物に出くわした。ひかりちゃんと一緒じゃん。おはようございます、ひかりさん。農家がことぶきさんに挨拶を送る。いつも人懐っこい笑顔とともに。皆さん、おはようございます。おう、おはよう。昨日あれから幽霊部の部室であれこれ話をした。それで分かったの、思った通り、いや、それ以上にいい子だということ。だってお茶とか言わなくてもおかりが出てくるんだぜ。やばいやばいやばい。すごくね、ひかりちゃん。お前なかなかいない。だってさ、お茶とかさ言わなくてもおかわり出すくらいの気が利く子ってさ、やばくね。それ相当さ、別にそれ俺見た目とか関係なくさ惚れるよ、そんな人。一発で見た目とか、そんな関係なく、ものすごいマウントじゃん。やばくね。か、あのね、顔良くて顔が100点の人がいて、で性格が50点の人がいたとで、150点の人がいたとするじゃないですか。そういうモデルさんが、性格普通で顔が 100点のモデルさんがいたとするじゃないですか。でも俺の中だったら、お茶とか言わなくてもおかわりできるくらい気が利く子ってさ、あれ点数だけで言えば175くらいあるよ、俺の中だとね。やばくない？のっぺ、顔がのっぺらぼうだったとしてもね、それはすごいマウントだと思うよ。気遣いが半端ない。君って、ああ、下駄箱で会った子か。下駄箱で会った子って、あくた言い方が悪いよ。そうです、下駄箱の子です。下駄箱の子ですわ、やばい。いやいや、その表現はおかしいですから。うん、のどかとツッコミかぶるのは別にいいよ。主人公とは被りたくないんだよ。ことぶきさんの家ってここら辺なの？はい、割と近所なんです。いいね、おい、自転車で何分もかかるのに。いつもはもう少し遅く出るんですけど、日直なので。学園に向かいながら適当に食べる。ところで、ののちゃん、ひかりちゃんのことを知ってるんだ。はい、同じ料理教室に通ってるんです。まあ、やばい。住んでる場所も結構近いんですよ。へえ、それなら一緒に通えるな。はい、でも私が一緒なんていいんでしょうか。ひかりちゃん、主人公のこと気にしてるじゃん。ちなみに俺に視線を向けてくる琴吹さん、おだかまないぞ、琴吹さんさえよければ。本当ですか？そしたらぜひ。モテモテだな、羨ましいぞ色男。アクタがそういうこと言うから、空気が。あのな、こいつチャチャしてるようにて、実は女に優しい。まあ女に優しそうだよな。うん、だって熟女好きでさ、女性に対して優しくない高校生ってやばくない？逆に、逆にだよ。何が逆なのか分かんないけど、俺も何が逆なのか分かんないけど、だからモテる。それはもう俺なんて目じゃないくらいにモテまくる。でも熟女しか愛せない。アクタも熟女には色男だろ。アクタも、確かにアクタも熟女には色男だ。それな、もったいない系男子め。ちょっと強めに。あいた。おめえ、今のマジっぽいぞ。おいよ、今はお前と拳で語り合いたい気分なんだ。よっしゃ、わかった、付き合うぜこの野郎。お互いにボコスカと付き合う。もちろん本気じゃない、子供の喧嘩である。先輩方、落ち着いてください。ののかちゃんはもう見慣れてる光景だから動揺してないね。ひかりさん、放っておいてください。ほらね、子犬がじゃれて噛みつき合ってるようなもんですから。子犬がじゃれて噛みつき合ってるの？先に行きましょう。
ああ今ちょっとテンパったな、うん、本当は今ひかりちゃんの心の中ではね、あやばいってゆうま先輩と一緒に投稿したいっていう気持ちがあったのに、ねえねえ空気読めないね。なあゆう、さっきの子やっぱいいよな。お、アクターがついに女の子に普通の性癖に戻る。あの子だけ30年くらいタイムスリップしてくれねえかな。やばいやばいやばい。ルンルン気分である。目指すは幽霊部の部室、そこで素敵なダークライフ満喫するのだ。ダークライフとはユーマの造語であり、怠惰な日常生活、怠惰な生活をかっこよく横文字で表現することである。はい。お、花咲くん。あ、捕まった。ずいぶん嬉しそうね。どうかした？ぶっちゃけちょっとキモいよ。ほっといてください。生徒に対して無態だ。まあその遠慮ない距離感がいいんだけどな。で、何かいいことあったの？部活に入りました。え、本当に？いつでもどこでもグータライフの花咲くんが部活って？あ、グータライフなんだ。帰宅部？違うし。あ、わかった。水泳部だ。それはもうほらスイミングっていうくらいだから。ごめん、なんでもないです。俺は好きだよ、俺は好き、俺は好きだよ。え、どこに入ったの？え、幽霊部って、いや、あったのは知ってたけど、あのね、あったのは知ってたけど、あの子相変わらず人の話聞かないわね。確かね、この先生と、この先生とあとクオン先輩って同級生なんですよ。ただクオン先輩めっちゃ留年してるから、この人はこの学校の教師になって、クオン先輩はまだ留年してるって感じなんですよ。確かに。でも幽霊部って確か今朝職員会の報告で、あーやばい、なんか違ったかしら。いや、やばいぞ、それはやばいぞ。なんか意味深なのが聞く、意味深な。まあ、アヤノンならきっとうまくやるし、大丈夫かな。アヤノンとか言ってる。チャース、勢いよく扉開ける。今日から俺の幽霊部生活が始まるんだ。汚いプレハブって言うけど、綺麗だよな普通に。気になるのは蛍光灯がなんか信号機の移動みたいなしてることかな。ちゃんと来てくれたんだ。俺のグータライフだ。ここは俺の天国なんだから。早速地下室に。ほりゃ、これじゃ地下に入れない。ちょっと先輩行かせてくださいよ。ダメだよ。今日はお、あ、つ、け。なぜ神は我を見捨てた。教えて死んぜよ、花咲くん。今日はこれから真面目な会議をしないといけないのです。俺のグータライフは当面の危機を乗り越えてからだよ、部長さん。くっそ、なんかすごく騙された気分。クオン先輩、透明の危機っていうのは？うんうん、それなんだけどね。頼もう。え？あー、来ました、仕分け委員会。
空森若葉とカンナがいた。仕分け委員会突撃隊長空森若葉見参。言い方が。隊長、高月カンナです。視察のためにここに来た。中を改めさせてもらう。かっこいいだろ、憧れるだろ。憧れはしねえけど。痛い子だね。うっさいわ、余計なお世話だわ。ほら、これが令状。文句は言わせないからね。令状、やばい。先日、一部生徒からこのプレハブ小屋が不法に利用されているという垂れ込みがあった。誰です？花咲様のことですけどね。え、花咲くんが垂れ込み入れたの？ひどいよ。死ぬ前こんな。一部には寛大な措置をという声もあったが、見逃しては他の部に示しがつかないという意見も多数あり、よって今朝の会議により内部調査が決議ということで、やば、調査にご協力願おうか。な、本当アニメだけだからね、こんなに、あの、なんだ、生徒会が、生徒会とか生徒がそんだけ権力握ってるのってアニメとかだけなんですけど、ちょっと違和感あるよね。全員動かないでください。全員動かないでください。やばい、本格的すぎ。死んだ動き、死んだ動きをしたらで、ゆう、な、なに、私があれだけ仕分け委員会に入ってって頼んだのに、それを蹴ってここかよ。それも私に連絡なしかよ。俺が入ったのは昨日からで、しまった、昨日電話くらいしとけばよかった。この裏切り者、お前なんかこの世から仕分けしてやる。エンマ大王さんみたいなことになるよ。一番じゃなきゃダメですか？俺たち親友だったんじゃないの？ああ、男女の友情なんてこんなもんか。うわ、花咲くん古い。もはやカビの生えたギャグね。部員名簿を見せてもらえますか？あ、はい、これです。隊長、部員は確かに3名しか記載してありません。にゃんだと？にゃんだと？部長に話がある。隊長、部長は花咲様のようです。おめかよ。花咲が部長になって、おう、なぜか部長になった。花咲くん、ファイ！ユウ、そこに座れ！座れ！お話にゃ！にゃ！さて、花咲部長。ユウ、これは仕事だ。市場は交えねえぞ。市場は交えねえぞ。女子高校生がこれは仕事だ、市場は交えねえぞは相当いかついな。さて、花咲部長は部の規定はご存知ですか？では質問です。我が鈴ヶ丘学園において部を立ち上げるために必要な最低人数は5人。何人でしょうか？3人。もう花咲部長はお茶目さんですね。お茶目さんですね。あんまふざけてるとお前の腹渡仕分けしちゃうぞ。ハートが。5人必要だということですね。そうですね、5人ですよね。しかるに、あなたが長を務める幽霊部は何人在籍してますか？はーい。2人目、3人目。は？まあそんなわけで、入部おめでとうございます。アホかー。テーブルにグーパン入れながら怒った。私だってやりたくてあん
潰そうとしてんじゃないのに。でも仕事だから心を鬼にしてやってんのに、このバカチンときたら。バカチン可愛いよな。若葉、若葉可愛いよな。和むか。あのね、俺気になるのがね、ひかりちゃんもいいじゃないですか。ずっとさっきから俺ひかりちゃんのことベタ褒めしてるでしょ。ひかりちゃんひかりちゃんって言ってるけど、今まあ若葉とユーマってすごい仲のいい友達っていう親友みたいな設定じゃないですか。でもその中からその中にね、恋愛感情が芽生えて、で気持ちがね、あの異性としてしか、異性として、あの異性としての方が強い状態でお互いを見るようになった時にね、この仲のいい友達みたいな会話がどのように恋人チックに染まるかっていうのが俺はすごい見どころだと思う。このゲームの若葉ルートの余計殺伐としましたが、すみません、何か本当にすみません。雰囲気作りって難しい。まあまあ若葉ちゃん、そんなに興奮しないで。あんまり怒るとお腹減っちゃうでしょ。はいどうぞ。はいどうぞ。硬化するのいちごショートが乗っていた。うん、買収しようったって私はそんな手に。ってこれはそう、お分かり。そんないいショートケーキ出したのか。これはあのストロベリーフィールドのいちごショート。ストロベリーフィールド、ストレ、いちごフィールドでさ、いちごショートケーキの店で名前がストロベリーフィールドでしょ。名前の付き方バトルフィールドと同じじゃね。戦争ゲームだからバトルフィールドっていう名前ついてると同じだよ、言ってることが。いちごショートケーキの店だから何ストロベリーフィールドだったら、戦争ゲームだからバトルフィールドって名前ついてるのと同じネーミングセンスだよ。同類じゃん。開店1時間前に並ばないと絶対に買えないっていうあの超人気店のいちごショート。フォートが BF になったよ。あ、フォートナイトにあの戦闘機出てバトルフィールドになったってやつでしょ。俺配信で一回ね、こう敵を、あの戦闘機で敵を無双してた。楽しかった。戦闘機の機関銃で敵がめっちゃダウンしていくのが楽しい。上から滑空しながらバーってこうやってること BF と同じだもん、あれ。しかも春季限定のいちご5割増しよ。いちご5割増し、やばい。それは俺普通に食いて普通に食いて。俺ショートケーキとこれ甘いもん好きなんですよね、普通に。マジで。これを私に。私に。どうぞ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 。ありがとうございます。買収されるんかい。おじいさん、俺ぐらいだ。使いながら敵の飛んでる戦闘機乗り込んだ。乗り込んだ、すごいな。やばいぜ。フォートナイトマイクラみたいになったしね。フォートナイトのあのクリエイティブモードも実況しないとなって思ってるんで、まあ麦チョコとか誘ってやるか。あのお嬢様、いえ隊長。ん、何。あ、カンナも食べたいよね。ごめんごめん。はい、あーん。そういうことなんだ。いちごとクリームの乗ったフォークを差し出す。はい、あーん。ではなくてお仕事の途中ですが。カンナはね、若葉のこと好きだからね。若葉のあーんだったら素直に受け入れていいと思うんだけど。あんた、私を籠絡しようとしたな。なんで俺、ケーキを出したのはクオン先輩だ。これでも食らえ。フォークに乗ったイチゴをゴニョウの口にねじ込んだ。あ、これうまいよ。だろう。甘酸っぱい味がじゃなくて、仲いいな。いや本当に、いやこのさ、仲いい二人の本当に友達、超仲いい友達のノリみたいなのがどう恋人の会話になっていくか、それもそれで見たいよね。楽しいよね、絶
対。生徒会でも職員会でももう決まってるの。仕分け委員会はこれを執行するのみ。つまりお取り潰し決定ですか。そんな。おじいさん、クリエイティブモード16人ぐらい同時に入れるらしいよ。マジで。連休前だ。上に報告書をあげるのは連休前って決まってるの。それまでにちゃんと5人いました、噂は間違いでしたって報告できれば。つまり連休前までにあと2人見つければ見逃してくれるのか。俺は若葉の顔をまじまじと見た。若葉少し赤くなった顔でプイッと。別に部を潰すのが私たちの目的じゃない。筋さえ通してくれば逆に守るし。なんかボイスなくね。ちょっとは私を見直した？言う。姉貴についてく。姉子言うな。結局恋落ちがつく俺たちである。よし、今日のところは引き上げるよ。かんな。バサッ、バサッ。アクターに入ってもらえば良き説。アクターに入ってもらえば良き説。そうだね、アクター誘うか。とりあえず花咲様、先ほどのお話、幽霊部に寛大な措置をと一番に食い下がったのは何を隠そうお嬢様です。そうだったのか、若葉のやつ。残された時間はそう多くはありません。どうぞお嬢様、隊長のお心遣いを無になさらぬようお願いします。カンナ、俺に対してプレッシャーめっちゃかけてくるよね。アクターを誘えばいいんだよ。ちなみにあのこの部活が部活として、あの部活として完成みたいな感じになるまで共通ルートです。はい、チュアース、芥川翔太です。なんか知らないけどダチのユーに呼ばれたんで来ました。サクッと呼び出した。芥川先輩。アクターを早速、花咲くん。首をひねる女子部員、身をバチクリさせていた。よく来てくれたマイフレンド。そんな感じたちをよそに、俺は大いさに両手を広げてアクターに近づく。当然だろ、俺たちマブじゃん。だよな、イエーイ、イエーイ。無意味にハイタッチ。さて、アクター一つ頼みが。おう、引き受けた。内容も聞かずに即決してくれた。本当いいやつだ、ありがとな。気にすんなよ。よし、一人確保っと。部員名簿でアクターに名を記載しようとして、ちょっと待った。クオン先輩に寝ぼて上げられてしまった。何するんですか。もしかしてこの子を入部させようとしてる。そうですけど。入部って。首をかしげたアクター。アクター、いいから俺に任しとけって。あ、分かった。分かったんかい。あのね、君、花咲くんのことを信用しすぎじゃない。いや、まあ昔からの付き合いですから。それにこいつが俺をはめたりするわけないんで。ふん、親友なんだね。ひかりちゃんがちょっと憧れてんじゃん。ひかりちゃん、あれな、ユーマのこと好きだから、ユーマとすごい仲良さそうにしてるアクターのことちょっと羨ましいんで。まさに男の友情ですね。羨ましいなって言ってる。そういうことです。早く名簿返してください。ダメ、それとこれとは話が別。別じゃないでしょ、あんた。入れればいいじゃん、アクターを。花咲くん、部族その位置を忘れたの。部として成立してないのに部族があるんだよね。未練があるものしか会えないでしたっけ。いや、そうだった。それに私は可愛い女の子がいいの。まあ可愛い女の子がいいのっ
って言ったって不足その4の多数決を行使してひかりちゃんと俺がじゃあユーマがはいアクター入れてもいいですよって言ってしまったらね、先輩の意見通らないんだもんね。可愛い女の子じゃないですか私可愛い女の子だよやばいこいつ俺のふりに即列し対応してくれ。あったうーわーキモいよ、失格だよ。失格、俺失格だって。失格だって気にすんなくた。お前この世に見ればいいか。先輩が多数決させてくれるとでも。先輩が多数決させてくれるとでも。いやさ、先輩多数決させてくれるでしょ。不足その1を忘れたのって言ってる人間が不足その4を使ったらダメって言えるわけないじゃんね。不足その1を強視しようとしてる人間が不足その4を放棄するわけないでしょ。未練ならある。お、伝わった。どんな未練？あ、それは内容は問わないんでしょ。でも聞いちゃいけないとは言ってないからね。個々人のプライバシーを尊重して未練があるかどうかは自己申告制。でも確かに内容聞いちゃダメとは言ってなかった。芥川くんだっけ、どんな未練か教えてもらってもいいかな。クオン先輩、俺は一つの罪を犯した男です。罪？お、急にシリアス。俺は小さい頃こいつの母親を好きになったんです。畜女好き、そっから始まったのか。そうやって俺の肩をポンと叩かれた。それは確かにちょっと背徳的。うん、確かに背徳的。でも当然ながらそれは報われる恋じゃなかった。当たり前でしょ。こいつの母親には連れ添う夫がいる。そして優にののちゃんという子供までいる。幸せな家庭を築き上げた女性に俺の入り込む余地などない。俺の初恋は無残に散ったんです。やばい、私有の初恋、私有の初恋が自分の母親って思うと相当なんか思うところあるよね。ひかりちゃんなんで泣いてんの？でもそれでも俺は年を取っていくこいつの母親を見続けた。その結果俺は熟女にしか興味が持てなくなったんです。ああ、そういうことなんだ。ああ、なるほどね。自分が小さい時に思ってる人のそのやっぱ小さい時ってまだ若いじゃん、あのなんだ30前とかじゃないですか多分。多分アクターが何歳であのユーマの母親のことを好きになったか分かんないけど、あの多分まあ年齢的にはだいたい30前くらい、20前か20何くらいの時に好きになったのかな多分。そしたらまだ20何とか若いじゃないですか。とかならまあおなんだ好きになったりするじゃない、小さい時だとね。なんかいるじゃないですか、保育園の先生が好きだったみたいな人とか、そういうのと同じ類じゃない。うん。で、そのまま好きで居続けたとしたら仮にね、その人が成長していくのを見つつ、ね、10年自分が年を取るのと同時に、その10年その人のことが好きだったら、確かに熟女好きになるのは分かるかもしれない。やっぱ俺は分かんないけど、そういうことになるのかなっていう、理解はできる。絶句してんじゃん、女子が引いてんじゃん。きっとこれは親友の母に恋心を寄せた俺に神が与えた罰なんだろう。そう思いながら今まで生きてきました。やばいな。熟女が好きなこと、そのことに俺は後悔なんてしてません。ところが学園には熟女がいない。なぜ俺はこんなところに生まれてしまったのか、生まれるところを間違えたんじゃないか。それが俺の未練です。よくぞ告白してくれたアクター、立派だったぞ。おてけサムズアップする。これで満足でしょう。でも可愛い女の子じゃないし。そんなことないですよ、
可愛い女の子ですよ、クオン先輩。ほな本人もこう言ってますし。やだよ、キモいよ。強情だな、そんなわがまま言ったら幽霊を潰れちゃうぞ。花咲先輩、私に提案があります。お、ひかりちゃんなんだね。ここは不足その2、幽霊会議を発動してはいかがでしょうか。そうだよ、幽霊会議発動すればいいんだよ。幽霊会議って不足その2だっけ。まあいいわ、4でも2でも変わんないでしょ。幽霊会議発動できる多数決で面白いじゃん。幽霊会議を行う議案はアクターの幽霊部入部についてだ。私は入部反対。俺もじゃ入部に賛成だ。小戸口さん、アクターはいいやつだぞ。いたら絶対面白いぞ。そうですよね、ひかりちゃん。部員は男の子より女の子の方がいいよね。まあ別に関係ないんじゃない。もしも女の子だったらひかりちゃんからしたら、ユーマのことを狙ってくる可能性があるし、ひかりちゃん的にはユーマさえいればいいから、別に後は男の方が都合いいんじゃないの。ね。ね、そうですよね。ひかりちゃん断る理由ないもんね。これ以上可愛い女の子入れたら、ユーマがそっちの子を好きになっちゃうかもしんない。男入れるのに賛成だよ、俺は。ひかりちゃんの声が叶うなら、それでいいっすよ、でも。私は男の方でも別に。そうだよ。ひかりちゃんは別に男でもいいんだよ、入ってくるのが。ユーマさえいればいいんだよ。もしかして逆ハーレム狙ってる？芥川くんかっこいいもんね。そんなこと考えてません。だったら女の子にしようよ。お友達にするなら同性の子がいいと思わない？まあひかりちゃん別にね、ユーマ目当てで入ったわけだから、他にお友達がいようが田舎前が別に関係ないもんな。先輩、あ、ダメだ、ひかりちゃんダメだユーマに弱いぞ。そうだよ、ひかりちゃんユーマのことが好きなんだから、ユーマが全力で説得すればひかりちゃん簡単にこっちに引っ張り込めるんだから。モテるし、いい男だよ。だし、そいつ、こいつは熟女にしか興味がない。よって逆ハーレムなど成立しないんだ確かにそうですね。アクターは流れの親友だ。こいつの友達だって絶対面白い。俺が保証する。そうなんですね花咲くん、やるじゃない。すみません、クオン先輩。私は花咲先輩を信じて賛成に一票です。うん、ということは反対一票、賛成二票で入部決定。渋々という様子で部員名簿を返してくれる。よし、これで部員4人目ゲットだ。すごいです、1時間も経たずにあと1人ですね。この調子でもう1人見つけよう。なんか知らんがめでたい。イエーイイエーイ、勝利のハイタッチ。次の部員は女の子なんだからね。アクターできる男ですよ。そうな、ええ、熟女の扱いに関しては一加減ある男ですよ、俺は。一加減あるのか。ちょっと待って、花咲くん、それどういう意味うん、何年も留年して、確かにこの人27歳くらいだよ。わ、赤く見えるけどね、クミちゃんより。まさか私が熟女だって言って、留年しすぎだもん。おい、ユー、冗談を言っちゃいけないぜ。あ、アクターのなんか熟女に対するこだわりが出ちゃった。こんなに若くてみずみずしい女性が俺の守備範囲に入るわけがないだろ。入るわけがないだろ。あら、もうクオン先輩、大丈夫ですよ。あなたもそこのひかりちゃんも俺からすれば同じく子供も同然です。子供も同然です。女性の盛りはまだこれから何も心配する必要なんてありません。まあまあ、私芥川くん気に入ったかも。じゃあいいじゃん
結果オーライじゃん。自分の年のこと気にしてるんだ。まあそりゃそうだよ、女性がだって20何歳で留年して高校3年生やってるのはさすがに自分の年のこと気にしないのがね。よろしくね、芥川くん。ええ、こちらこそよろしくお願いします。ペレペッペレー。なんか灯油ね、地域の灯油屋のルーレットが当たった時の音楽みたい。テレレテレー。花咲くんは後でお説教だからね。説教されるって英語で。さあと水に流しましょうよ。無理かな。無理なんかい。小峠さんからも何か言ってくれ。花咲先輩すみません、私には止められません。ユウ、女性にとって年齢はデリケートな問題なんだぞ。お前は地雷を踏んだ、きっちり爆砕してこい。爆砕、粉砕、極砕、大喝砕。この位置のアクターかっこよすぎじゃね。あ、アクターこの位置見えないのか、俺の顔で隠れてて。あ、アクター隠れてるわ。ごめん、アクターごめん。アクターごめんな。まあお前男だから別に配信映えしないしいいよ。うん、ごめんな、アクターの顔潰させ。アクター映ってないけどね。あと一人だね。そうですね。すみません、いないです。オリエンテーションの後で。他の部活に入っちゃってますから。確かにオリエンテーションの後だよね。もう真面目な生徒は普通そうだよね。強く推奨されてる。あー、俺も別に俺帰宅部だしな。部活だって入ってないでしょ。それでいいと思うけどね、面倒くさいだけだし。入ったらだるいもんな。なんで今もフリーの子は相当レアだ。意外と難しいな。なくた、俺たちの他の一組でやったやつ、ここだけないか、うん。なるべく可愛い子がいいな。俺たちの他に帰宅部をやって、容姿端麗で性格明瞭。ハードル高すぎだよ。それはさすがにねえよ。クオン先輩、とりあえず入ってくれれば誰でもいいんじゃ。そうだよ、真っ当な意見だよ。ダメだよ、幽霊部は未練があって部足を守ってくれて可愛い女の子じゃないと。可愛い女の子じゃないとダメ。ハードル高いっても現実的じゃないぞこいつ。みんな考えても見てよ、ここであともう一人が男だったら男女比3対2なんだよ。むさ苦しいよ。まあまあまあ、うん、確かにそれもそうか。もうむさ苦しいのは嫌だ。このままだと可愛い女の子がひかりちゃんしか。部室にいる間、花咲くんがゴスロリ服着てくれるなら。ゴスロリ服着させて、やばい。そうだぜ、そりゃ無理だぜ先輩。だってゴスドリの服がないしょ。そこかい。実を言うと奥のクローゼットに入ってます、ゴスドリ服。ひかりちゃんに着せよ。ひかりちゃんが着ましょう。余計なこと言わなくてもいいか、っていうかあるのかよ。はい、掃除してたら見つけちゃいました。うんうん、取ってくるね。ゴスドリ服があるってことは多分チャイナドレスもあるよね。だいたいアニメってそんなもんだよ。ゴスドリ服があったらチャイナドレスもあるんだよ。唐突に思い出した、未練が利用した例の優れた女の子。
ありますよ、山ほどあります。いのりちゃん、後悔してもしきれないほどの未練が。私別にヤクザ者じゃないです。帰宅部ですけど。よく覚えてたな、そんなの。あの子だ。今で名前分かってないマフラーの少女。本当に見とれてしまうほど綺麗な顔立ちをしていて、それでいてつかみどころのないあの子、彼女なら。花咲先輩、どうしたんですか？心当たりあったか、ユウ。先輩が笑ってお呼びを立てる。でもデスノコの名前も知らないです。ダメだねここで倒れると。ということで花咲くんは女装決定。女装にさせられますね。いやそれ部員集めと関係ないし、面白がってるだけかい。次の日、スペインあたりを見習ってもっとのんびりしないとね。おめえはいっつものんびりしてるだろうが！ツッコミが耳キーン。耳元で叫ぶなよ若葉チン。若葉チン叫ぶわ。つーか若葉チン言うな、鳥肌立つわ。鳥肌立つわ。手首をかいていた、ひどい。シエスタ楽しんでいたぜ。今部員集めはどうしたんだよ。あと2人連休までに。ヒカリア見つけたぞ。え、マジで？誰だよ。アクター。は？爽やかに無駄に爽やかな笑顔を振りまきながら俺たちにウィンクしてきた。周囲の女が数人見とれていた。マジかよ。やばいな、アクターの影響力えげつないな。夜中で顔がむくんできたな。お嬢さんたち、そいつは君たちなど眼中にないぞ。なんだよ、アクターまで取られちったのかよ。取られちったのかよ。アクターを狙ってたもんな、お前。ああ、男手がもっと欲しいぜ。呼んでくれてもいいよ。だったら幽霊部やめてうちに来い。いや、それは顔がぐす。さすがにここでやっぱやめるとは言えない。あそこには天国があるし。今は無理だわ。分かってるっつーの、行ってみただけ。悪いな若葉ちん。かゆ。手首をかき始める。僕は若葉ちんが釣れなくて悲しいです。たく、続ける気があんならあと一人入れないとダメじゃん。本当だよ。ほら、アクター連れて部室に行けよ。ブス側の借金会の方が真面目だ。困ったもので。でそんなわけで2人連れてきた。猫かよ。親友に対してひどい扱いだな。舞台で男子2人。あらあら、それはそれは ありがとうございます。っていうかこんなことまですみません。対抗組織なのに妙な感じが。お茶を入れますからぜひ飲んでいってください。ああ、いいからいいから、そんなに気を使うな新入生。そんな暇あったらちゃんと部活をしなさい。じゃあ。ファサって出てた、かっこいい。空森先輩ってかっこいいです。それにすっごいいい
まにちゃっかりしたことするけどね。あいつがに人笑った時は要注意だ。でも本当にいい子ね。それに可愛いし、ポッポッって言ってる。女子人気高いな。ゆりゆりな方向に。よし、最後の一人は若葉ちゃんで決めよう。それじゃあどうするっていうのよ、花咲くん。若葉ちゃんくらい可愛い子なんてそうそういないじゃない。女装する？やっぱり花咲優子。大人でしたね。お前どこ見て言ってんだよ。花咲先輩、そういうのは。ああ、ひかりちゃんがやきもち焼いてる。可愛い女の子で、いまだに委員会にも部にも入ってない生徒か。あと一人とはいえ、ハードル高いな。私も知り合いにはお話ししてみたんですけど。俺なんて何もしてないんだよ。さあ顔上げて、自信持って。そういうお前はなんだよ。ちょっとは落ち込めよ。何もしてないんだよって言って。部長さん頼りない。頼りない。私だけ差別？誰かいないかしらね。可愛くて無所属な子。はい、枕の少女。あ、マフラーですね。時々変なこと言うよね、この子。それってお前がこの前探してた子か？聞き間違いは誰にもあるよ。マフラー少女。俺だって豚麺さんと話してる時全然、まあ、あの人が聞いてないっていうのもあるし、俺も聞いてないっていうのもあるんだけど。めっちゃだって昨日だって、あの配信の後リーグロルとかリーグオブレジェンドとかやってる時に2人とも携帯しながら喋ってんだよね。そしたら、え、何っていうのをお互いに5回くらいやって、その、え、何すら聞こえてないから、え、何って聞き返すんだよね。その後で5回くらいやってた。面白そうに笑う。それってもしかしてあれじゃないかな、鈴ヶ丘の雪女。そんなみんな知ってんの？嫌じゃね、雪女とか言われてたら。女の子現実だったら絶対いじめられるよ。はぶられるよね、かわいそうに。で、そいつがどうしたんだ？面白いね。その方のお名前は何て言うんですか？不明だよ。座右の銘は沈黙は金、雄弁はうざいだそうだ。その雄弁うざこちゃんは可愛いのか？雄弁うざこ、可愛いというよりクールビューティーって感じかな。わあ、かっこいいんですね。そういうの憧れるな。うん、まあひかりちゃんはそのままでいいけどね。いや、あんなのに憧れちゃダメだ。小鳥さん、ありのままの姿でいてくれ。どんな方なんでしょう。小鳥さんは会ったことあるよ。ほら、屋上で。あ、もしかしてあの時の女の子ですか？そうそう、よかった、覚えててくれて言いたいだ。ちょっとすれ違っただけですけど、すっごく綺麗な人だなって思いました。あいつなクオン先輩のお眼鏡にもかなうんじゃないか、はい、私もそう思います。はいはい、それじゃあ幽霊会議を行います。5人目の部員には鈴ヶ丘の雪女を迎え入れることに賛成の人は？ま、本人に入る気があるなら俺は賛成かな。ってことで条件付き賛成。私も同じ意見です。花咲、あいつは多分入りませんよ。どうして？そう、あいつっていつも私に